皆さんこんばんは。今日はブレグジットについて、今更ですけれどもおさらいとして5分で全部わかるようにしてほしいというあのご要望がありましたので頑張ります。噛まないようにさっさと言わなくちゃ。ですね、まずなんでイギリスが出たかったかっていうと、その理由は2つです。で、なんでイギリスがこんなにグタグタになったのかっていうのも大きく分けると理由は2つです。2つと2つ、これを5分で説明します。まず第一にですね、なんで出たかったのか、それは要するに各国の加盟国の国内法よりも EU が決めたことの方のが上なんです。それで自分たちが選んだわけでもないような議員が勝手に決めたことを下してきて、でそれを守らなくちゃいけない。これ理不尽じゃないの。だって自分の国には自分の議会があって議員があって選出してるのに、ここで決めたことじゃなくて EU が決めたことをそのままね下してきて、その命令に逆らっちゃいけないというのはなんかおかしいんじゃないのっていうことが言われだしたんですね。要するに国内法より EU の法律の方が上っていうのが非常に理不尽でおかしいと、これやめたいと。それからもう一つは移民の問題があるんですね。どこの国でもそうですけれど、移民を受け入れなくちゃいけない。だって人金物が自由に移動していいっていうふうにしちゃったので、もうじゃんじゃん入ってきちゃうわけです。で結局移民通称司法まで EU の意向がそのまま反映されるっていうことは、議会は全く無視になっちゃうわけですよ。でデモクラシーどこにあるのって、もうこれでなんだか方向感がなくなっちゃった。わからない、こんなぐたぐたのまんま政治やってもらっちゃ困るっていう、この2つですね。それで一番大きいのはやっぱり移民なんですけど、移民がねものすごく入ってきちゃうので、結局イギリス内の最低賃金よりも下回っちゃうような賃金でも働いちゃう移民が出てきちゃうってことは、イギリス人が貧しくなっちゃうんですよ。でそれがすごく困るって言うんで、これずっと問題になってたんですけど、他の国でもそうですよ、 EU 加盟国でも。とにかくイギリスでこれなんとかしてほしい、これがまず最初にあったそのブレグジットの理由ですね。でその次、これ良かったんですけれども、なんでグダグダになったのかっていうと、実はですね、EU から出たいっていう、そういう意見よりも、残留支持派が多かったんです、議員の中には。どうしてかっていうと、二つの危機感。ね、ここでなんでグダグダになったか。二つの危機感。どうしてかっていうと、国民とそれからビジネスに対して、負の要素がものすごく多い。ブレグジットしちゃうと。これ一体どうやって、補ったらいいかわからないという議員の意見があったんですね。それから、合意なき離脱を避けたい。だって なかなか合意できないので言うと、もうそんなグダグダしないでさっさと出ちゃうよなんていうね、ボリス・ジョンソンみたいな人の意見もあって、要するに下院の議員の中には、いや、そんなね、合意も、しないで出ちゃって、ね、これ一体、イギリスどうなっちゃうの？大変なことになっちゃうじゃないっていう、そういう心配があったんです。それで、これがまたさらに複雑な要素が出てくるのは、結局、その、EU に残りたいっていう、その議員の自分の選挙区では、結構、強硬派が多かったりして、いやもう絶対出ていくんだって、もう どうしていいか分からなくなっちゃった。それで乱暴に言うとですよ、結局この EU 離脱派の口封じをしたいと思って国民投票に出たんですよ。きっとね残ることになるだろうと思ったら意外な結果が出ちゃって、ああいいよもう EU 出ていこうっていう、こういう結論になっちゃったんで、その残留した方がいいって思ってた議員たちはもうどうしていいか分からなくなっちゃったんです。それで結局こうなると今度イギリスのその政治の内部の問題になっちゃうんですね。それでじゃあもうこれから総選挙しようとかなんとか言っても、もうなんか人気なくなっちゃってて、もう一回選挙だったら落ちちゃうんじゃないのかなって思うような議員もいたりなんかしちゃって、それなるべく長引かそうとしてグダグダする人と、もうそうこうしてるうちに結局どうなったかっていうと、国民がもう嫌になっちゃってきて、もうさっさとしてくれとね、もういいから早く出ようって、こういう意見がすごく大きくなっちゃったんです。でそうかと思うとね、そうかと思うと、じゃあもう出ていくんだから早くしてくれって言うかと思うと、10月19日の、ついついこの間ですね、国会周辺で、再国民投票を求める10万人以上のデモがあった。
これにはロンドン市長も参加してる。もうね、このぐたぐた感どうしようもないです。もう訳がわからなくなっちゃった。でも結局ボリス・ジョンソンはもう自分はもう生きるか死ぬかでもってね、絶対10月31日に出てくんだって言ったのに、ほら、また延期したでしょ。これでもうすごくね、国民はね、失望してるって言うんです。で、結局、もう一回国民再投票しようっていう、国民投票しようって言っちゃったばっかりに、辞任に追い込まれちゃったメイ首相とか、メイ首相はブレグジットを進めてたんですけれども、もうなかなかその議会内で統制が取れなかったので、折衷案みたいなことをたくさん出しちゃったんですよ。それがかえって彼女の政治生命を止めちゃったっていうか、涙ながらに、ねえ、氷の女王って言われた鉄のような女性ね、6月7日に辞任を表明したとき、涙で声はね、詰まってましたね。私の女性の政治家ってすっごいもう、鋼鉄のように、強い、鋼のように強い女性が多いなと思ってたんですけど、あ、やっぱりあなちゃんだなと思って、ちょっと胸にグッときましたね。うん。ということです。どうですか？わかりました？移民とか司法とかね、それから通商、すべてにおいて EU が優先している。自分の国の、法律で決めたことが守られないで、EU の言われた通りにしなくちゃいけない。この奴隷制度みたいなのがもう我慢できないと。それから移民がすごい入ってきちゃって、安い労働が最低賃金をさらに下回る賃金でやっちゃって、これもう全然、どうしようもないと。もうこんなんだったら EU 出たいっていう。それがそもそもの起こりです。ところが、出たら大変なことになるぞ。だってシティなんかどうしちゃうんですか？ね。だって結局ヨーロッパの玄関口になってるわけだから、これどうするんだろうっていう意見がもうすごく大きくて、結局どうしようもない、これをどうしたらいいんだっていうね、その案がね、出てこないんですよ。だってほら、とっても大変でしょ？だからイギリスはこの、ブレグジットのために失うことの方がすごく大きくて、それがどこまですごく大きいのかが誰も計算できないっていうか、それでいろんな人の思惑が絡み合って、もうぐたぐたのぐたぐた、こうやってぐたぐたしてる間に、なんかやっぱしこのやめようという方に行かないかなっていう甘い考えを持ってる人なんかもいたりして、でそうはいかないぞと EU の中でもう出てくるならさっさと出ていけっていうのと、いや、やっぱし出てかれるとすごく困るなって、もうそういういろんな思惑がいろんな人の立場でぐちゃぐちゃのぐちゃぐちゃになって、結局1月まで伸びちゃったんですね。でもね、これ以上はね、もう伸ばせないと思いますね。だってみんなすっごい怒ってますもん。まず第一に国民が怒ってるでしょ。で、これがその一等最初からここまでのほとんど経緯を乱暴に言うとこうです。これでもうブレグジットは言えちゃいましたでね、ここまででいいですよ、やめてくださって。でもね、もうちょっと何か言いたいんです。私はここで言いたいのは、このブレグジット日本への影響はどうなんだろうっていう。日本ってね、1000社、約1000社の企業が進出してるんですね。どうしてイギリスに集中してるかっていうと、英語だからです。他の国はほら、例えばスペインとかドイツとか、まあドイツは英語できるけど、でもほら英語の英語でイギリスの方がまあ楽ですよね。だから EU の玄関口としてすごくいいなと思って、日本企業は聖書も出してるんですよ。視点をね、EU を全部まとめ、EU 国内、ごめんなさい、 EU にそこから、そこを玄関にして貿易とかなんとかをスムースに進めるための支社を出しているのが日本企業で1000社もある。ところが例えばホンダは2021年中にもうやめると、英国での完成車を作るのをやめちゃうと。でそれをね、そんなところまで考えていなかった人たちはもうすごいショックを受けて、あ、日本企業とね、何十年も生産拠点だったのに、あ、ね、どっか行かれちゃって どうしたらいいんだろうって突然思い出して、それからパナソニックももうじゃあもうブレグジットだからオランダに行きますと。でこうやって次々と出てきて、ものすごく動揺してる人たちもいます。次にですね、世論はどういう風になってるかっていうと、政策がね、左寄りすぎるジェレミー・コービンさん、労働党の党首はあんまり人気がないんです。で負けるのが分かってたので、選挙を避けて、なるべく先延ばしにしたかったっていうのが、なんかスペインなんかで言われてる理由です。
それから第2、第3党のスコットランド国民党、自由民主党が、もう総選挙しようって言い出しちゃったので、ジェレミー・コービンさん率いる労働党は、もうどうしよう。こんな感じですね。それから保守が人気が強いのが、10月31日にブレグジットしなかったので、どーっとブレグジット党がまたすごい人気になって、もうどうして人気が出ちゃったかというと、こういう玉虫色の政党にもう飽き飽きとして、もうさっさと決めてくれと、ガンとやってくれということで、ブレグジット党がもうすごいまた人気が出てきちゃったんですよ。でね、ブレグジット党っていうのはもともとはあんまりね、ナイジェル・ファラージさんのこの、率いる政党はあんまり人気なかったんです。ところがスローガンではね、労働党は45年かかったけれども、ブレグジット党は45日間で成し遂げたっていうんですね。大勝利ね、2016年の6月に大勝利ありましたでしょ。でその発足したばかりで500万票集めて第1党になったんですよ。でこの時に次はね、600人の候補を立てて、もうぐちゃぐちゃにもう切り込んでやるって言ってたんですけれども、結局ほらブレグジットがこんなにぐたぐたになったでしょ。だからそこはやっぱりね、話し合いで、いや、やめようと、保守党に食い込むのはやめようと、もうだってこれであまりに票が分散して本当にもうブレグジットできなくなっちゃったりして、もうただのぐたぐたの国になっちゃうと困るので、だからその600人出すって豪語してたんですけど、それはやめると。で、保守党の、何でしたっけ、候補、保守党の、保守党の方には自分の候補を立てないで、労働党の方に食い込むと。ね、中間案を出してきたんですね。だから、今待たれてるのは、12月12日の選挙がどうなるかっていうことなんですよね。で、これで、落ち着くかなって言われてるんですけど、どうでしょう。結局ほら対立候補を出さないようにしてくれとか、票が割れないようにしてくれっていうところはなんか紳士的に話し合って守られるみたいなので、なんとかなるみたいですけれども、まだこの先いっぱい揺れますね。で本当に1月に万が一にも出てかないようなことがあったらもう大変なことになっちゃうので、もういいからさっさと出てってほしいなって私は思いますね。本当にでも出ちゃった後でどうするんだろう。日本企業1000社もいなくなっちゃってメタメタになるんじゃないのかしら。それともあれなのかな、ヨーロッパの中のその租税回避地みたいな感じでうまくやっていこうと思ってるのかしら。ドイツ銀行のこともあるし、早くずらかってなんとかなりたいっていうのもあるのかな。私いつもイギリスのことを疑ってたのは、ほらユーロにしなかったでしょ。であそこの国はもう昔から本当に外交に長けてて、長けてるってことは結局ずるいってことよ。長けててものすごく考えが複雑で、いろんなことがよくわかるお利口な国だから、きっとなんかユーロに疑問をずっと持ってて、ね、通貨まで一緒になるのはやめようって偉かったのかなってずっと思ってたんですけど、今度は出ちゃうって言うんで、さあこの際はどう芽が出るでしょうか。では今日はブレグジット、早口の5分のブレグジットのまとめと、それから、数分間またそれの補足とで、終わります。どうでしたでしょうか。また何かありましたら続編やりますけれども、ここまでが最初から最後までの今現在に至るまでのブレグジットの全容です。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。また明日。